髪の毛、誕生日1歳おめでとう。そういうことです。まだ1歳じゃないですよね。まあ今日ちょっとね、じゃ髪の毛の岩井ちゃんはちょっと冗談なんですけど、これ、はい、ビール。はい、ビールなんだよこれ。ビールですか？ビールですか？ドンペリニョンじゃないですか？いや、ほんそんな感じだろ。はい、いくらすると思う？7万円ぐらいですか？そんな、そういう俺の性格考える。髪の毛だったら7万円でも出すけど、1本7万円でも出すけど、こんなもんの1本7万円出すわけねえだろ。俺が買ったのは、ね、3900いくら、税込みで4290円。1本1本1本ですか？それ何すか？ビールですか？ビールワインじゃなくて、ビール。さっき打ち合わせしてるやんけ。YouTube もらったねーこれ。マジっすかーって言ってもらいましたね。まあまあまあ、でも本当にすごくない？すごい。あれ、ボルト数何パーセントだと思う？山口どれぐらいだと思う？どうする？5% とかじゃないですか、ビールって言ったら。お前さっき11%さっき11%出たんすよ。言っていいのかな。このノリこのノリいつもわからん。怒った怒った怒った。そうそうそう、それも楽しんでる。社長のテレビちゃんそれ求めとった。これいくらだと思う？え、これいくらだと思う？4000いくらですね。それを言うなって。言うなって。言っちゃうっすよ。言えよお前。あそこカットするんだから。これリリちゃん、なんと思う？それワイン。で言って。でこれ本当にビール。なんかね、デウスビール。750ml で、特徴輝きのある透き通ったゴールド、花の香り、ミント、青リンゴ。ジンジャーなどの爽やかな香り、また洋だし、カリン、アプリコットといった甘い果実の香りもあります。まあちょっとまだ、まあ、あとは自分で検索して。じゃあちょっと飲んでみようか、みんなでね。はい、これだけだけなんです。それ、これってやるだけだし。そうっす。ごめんごめん、普通に普通のことしちゃった。お前ちゃん、わかりづらいもんね。いや違う、どうしてるのか。いや、本当にわかんない。お前逆回しだろ、それ。逆っす、逆っす。知っとるって。いちいち喋らんといて。あ、それ水入れて。これですか？あ、本当多分飛ぶね、多分。あ、いや、それまずっすよ、絡まないとかな。本当にシャンパンみたいなとかな。でも冷えてないんだと、なんちゃう。ちょっと誰かここ、頭こうやってやっちゃう。俺は絶対やるよ。俺は絶対やるよ。誰やってほしいですか？誰やってほしい。危ない、ちょ、上危ない。いや、そんな飛ばんでしょ、ってゆっくり抜け。こうやって抜いてあるじゃん。あ、すいません。手が飛んできそうじゃん。シャンパン、あ、プチ。おぉ、びっくりした。ポーンって言ったのに、あーって言ったのに、お前。どっかよ。あ、冷えとんな。いい匂いします。あ、マジ？はい。入れます？うん、入れて。はい。うまそうやな。全然。お前ラベル上向けろって。はい。向けてます。あ、上向けとんのか。じゃあラベル上向けろ。そっちの、いや、それ向けてないじゃん。これ、泡立っていいんですかね？まあいいんじゃん。まあちょっとグラス持って入れた方がいいんちゃう？これだってビール一瞬でなくなるっすね。うん、でも3本あるし、まあこのビール普通のビールもある。でもめっちゃいい香りですよね。めっちゃ匂い強いね。匂い強いです。さあ、カレーになりました。お、ちょうど1本。おー、いいじゃんいいじゃん。本日は小林勝野さんからボトル1本いただきました。ありがとうございます。やっとお前もうちょっと仕事覚えてくれ。じゃあちょっとまあ挨拶はいいけど、まあじゃあ乾杯だけしようか。ここじゃあ、ゼウシビール僕は、はい。あ、じゃあお前、あ、乾杯のコールいいですか？コールいいよ。あ、いいですか？うん、いいよ。いきますよ、皆さん、グラス持ってください。はい、持ってください。はい、いきます。ちょっと左にしよう。はい、志は高く。あ、志は高く。あ、復唱してもらっていいですか？あ、はい、はい、いきますよ。志は高く。使われる。志は高く。愛情は深く。愛情は深く。愛情は深く。友情は等しく。友情は等しく。乾杯！かっこいいじゃん。いいね。ビール。デウスビール。シャンパンみたいですね。匂いが。ビールだな。甘いっす。あ、うん。甘いっす。あ、甘い。甘い。シャンパンのビールバージョンみたいな。なんか本当シャンパンに似てますよね。シャンパン似てる。後味シャンパンだねこれ。いや、後味ビール。後味ビール。後味ビール。あ、でも濃いな。濃いっす。あ、でもこれ相当高い。朝日より飲みやすい、これは。そう、あ、こっちの方がいい。こっちの方が飲みやすい。これだったら飲める。あ、美味しい。めっちゃ美味しい。やっぱ女性は好きなのかな。
普通のやつより全然美味しいですよ、うん、でもこれだったら気分も出るよね。友達飲むのに普通の缶ビールじゃなくてこういうのがボーンとやって、雰囲気がいい雰囲気に。ただこれ1本飲んだら酔っ払いそうですね本当に。いや俺は酔うでしょもう僕酔っ払ってきたっすもんね。早くないですか。やってないじゃんね。やってないじゃん、ずっとやってるやんけ。僕はこの朝日よりは飲みやすいっすよ、なんかみんなが飲んだら。なんか朝日ってなんか苦いっていうかすごいなんか、でも度数強いじゃん、なんか強くない。ビール、本当朝日がまず飲まんもんね。あんまビールのあれがアルコールかわからん。あー、そういうことか。じゃあ次、ショウ。僕は口に合わないっすよ。はい、かっこいいじゃん。お前ちょっとカメラ目線でお願いします。合わないっすね、口にはまずいっす。いや、飲みづらい。はい、ビール派。ビール派っす。あ、ビールが合うけど、これは飲めない。飲めないです。飲んでシャンパンが嫌いです。あ、俺もシャンパンが嫌いだ。あー、よく飲んどるか、逆にお前。あ、飲み屋で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 。こいつ普通にシャンパン開けるですよ。そう、シャンパン出してやるだけ。こいつ、待ってよ。顔取った、顔取った。止めんだよ、これ。テレビ中の逆で、こいつ勝手に飲んでいいよぐらいのレベル。うそ。そう、マジで。俺めちゃくちゃケチみたいなやつや。ショーめちゃくちゃいい人や。俺めっちゃ悪い人。あー、今日お金がいいよって、もう好きなだけ飲めみたいな感じで。いや、覚え、もうなんか酔っ払ってるんだよ。お前結構言ってるだろ。こいつはすごい。お前、あの、ケンタロウとも言ってるだろ。はい。なやつ寝坊した日。はい。俺それ聞いておくぞ、お前。そうですね。すごいですね。で、お前は遅刻しんだからな。え、しました。お前もした。はい。いや、あ、そう、駐車場だけど、あいつもだいぶ寝坊したやつだろ。で、トシ君からぶち切ったから、あいつ。トシ君と二人で飲んどったら、あ、トイレ行って出てきたら勝手におらなくなってたらしいよ。ケンタロウ、なんでこいつ今日僕やったらしいよ。そう言ったらまずい。トシ君バレたらやばい。僕ちょっと酔っ払ってきたな。まあ、僕もあんまり好きじゃないですね。多分普通のビールの方がいいですね、僕は。なんか最初のなんかあれシャンパンっぽくていいやつ。そうにもないけど。マジですか。あ、度数が強すぎるっす。でもこれさ、違う、これグラスだと思うよ。あー、こういうのでやるとこうやって匂いがたまるグラスで飲んどるもんね。あと一回普通のビール入れて。例えばこれ固定概念ですね、これ。匂いがたまるっていう。でもなんかその、なんかの味するよね。なんかそのなんかフルーティーな感じの味がするよね。普段から普通のビール飲んどると飲み慣れないんじゃないですか。うん、あ、そうですよね、下が。じゃあ俺これグラスだと思う。いや、リリーちゃんどう？これめっちゃ美味しいなと思いました、私は。すごい飲みやすいです。いつも飲む。ハイボールですね。一人暮らしじゃない、飲む。でも一人じゃあんま飲まないんですけど。男連れ込んで。いや、マジで連れる男いないです。連れてくる男いないですよ。連れろ。連れたらまずいっすよ。一人で。はい。一人であんまりお酒飲まないんですよ。こういう男どう？こういう男どう？なんとも言えない。なんとも言えない。なんとも言えはまずいぞ。ってことは、じゃあさ、俺社長だよ。はい。で、だってもしさ、社長と恋愛をしたら禁断の愛なわけじゃん。はい。そこなのに、なんとも言えないことは相当俺のこと好きだよな、あれ。あ、そういうこと。ドラクラっすね。普通、社長なんかもメスもございませんじゃん。そうやろ。メスもございません。わかりやすい。とてもわかりやすい。俺ね、嬉しそうにしてるよ、俺が見られた時。はい、どうですか。超嬉しいっすね。社長がいじめられたっすよ。さっきの人だよ。じゃあ、山口もどう。あ、もう飲んじゃったかな。そうですね、僕はじゃあ、一回ビール見て。はい、これ飲んだ上で、ちょっと僕もうビール飲まないですもんね、今最近。あ、そうか、お前飲んだらかんもんな。お前、病院入院所だ。飲みすぎで入院所だから。それ一回飲んで、俺グラスのせいだと思う。してもらっていいですか。水っぽいです、こっちのが。飲み足りないですよね。飲み足りないですよね。さっきのなんかフルーティーな感じがするんですけど、まあ僕はしたらアルコールランク。アルコールランクは何でもいいです。もうあれでいいですか、アルコールランクだよね。もうアルコールでいい。もうアルコール100% 100% アルコールランク。理科室から持ってくる。ショートケーキとか舐めまくって。そうだ、お前現場でもそれ飲酒だろ。飲酒じゃないです。いや、で、僕コンビニでたまたまあったんですよ、うん、あの、手消毒するやつあるじゃないですか。
嘘だ、本当に。おお、寺西君じゃないですかーって飲みに行きますか、こっち来てくださいよって言ってコンビニで、コンビニで、コンビニで飲んどった。すぐそこに攻めるんですね。てれやべえや。じゃあ、あれはただじゃないですか。でそこで弁当買って、そうですね、お惣菜買ってめちゃくちゃ行ったんだ、お前厳しいよ。で、川君どう？いや、ビールの方が好きなんですけど、うん、ただ今飲んだら味ないです、これね、そうやって思うね。俺も本当そう、普通のビールですね。ちょっときついです、これ。うん、なんか味も濃いし、いろんな味がする。匂いも味も、すべてが濃いですね。本当に水っぽいっていうか、まあ、でこっちの方が今冷えとるで美味しいけど。飲んで長いそれ、ここ今喋ったら感覚だな。我慢できんからここ使うと、うまいっすね。うまいっす。もう一回やり直し、やり直し、はい、ちょっと俺ら喋っちゃったよ。くここ、ここ、ここ、尺取るとこ、はい、ごめん、止まっとらテイク2だ、止まっとらんわ。多分テイク1も使われてるよ、これ。テイク1も使われて、お前がどんだけクズっぷりを披露されてるよ、あの、あいつらなりに。あの、編集の悪意が、編集の悪意がやってるだろ。わしこまあじゃあちょっと まとめるね。はい。まあ別に俺もまとめねえけど、まあでもビールと飲んだ感じ、たまに飲むならいいよ。なんか彼女と飲むとかさ、二人っきりでなんかちょっと誕生日祝いとか、なんか雰囲気出るじゃん、うん、でも俺こう結構雰囲気って大事だと思うんだよね。ああ。なんか女呼んでさ、家に呼んでさ、はい、缶ビールでちょっとさ、はい、なんかもうおでんと焼き鳥みたいなもんなんかパッとしてんけど、はい、俺こういうのいいと思う。俺こういうの好きなんだ結構。あ、マジですか。いや、こういうの好きっていうか、なんかグラスもちゃんとしたやつが。あ、俺昔からやつはおしゃれな皿買うとか、はい、そういうのってなんかいいじゃん、こういうグラスは。ちなみにこれ家から持ってきたのね。まあでも、じゃあ次買って飲みたいと思う。4200円ぐらいか、4300円。はい。どう、ぶっちゃけ。もう雰囲気は出ますよね、でも。なんか雰囲気は出る。で、お祝いとかさ、誰かにあげたりとかいいと思う。ああ、それいいね。自分用では多分買わない。ああ、知り合いが店出したとかさ、友達とか。あ、年代がそうじゃん、もうみんな、はい、居酒屋やる、はい、オープンした、まあこんなコロナの時期なのにオープンするやつもなかなか少ないかもしれないけど、はい、まあ友達の誕生日の時とかに、まあ宅飲みしようかとか言って、はい、でこれ1本持ってたらちょっと雰囲気出るよな。出ますね、これこれ高いんだわーって。で、そういう感じかな。そうですね、シャンパンみたいな感じな感じだよね。はい、じゃあちょこっと、まあ飲んどるのに最後のちょっとあれですけど、職人さんの求人道場って今、まあ皆さんやってるんで、ぜひ求人道場と、あとマッチング塗装屋さんと一般のお客さんをつなぐ、あの外部とそのマッチングでやってますので、ぜひそっちの方も見てください。まあ URL 貼ってあるの、はい、貼ってありますので、そっちの方もやってください。よろしくお願いします。お願いします。またねー。また見てね。OK です。